と二人で深夜デート。ママからケイキョンといると楽しいって言われて、ご満悦なケイキョン。もうケイキョン来たらさ、楽しいでしょ。楽しいのよそうなのよ。いや、楽しくなかったら断れる。やっぱ楽しいからさ。ケイキョン楽しいですよ。だってさ、こんなバーガー買うも思ってなかった。これも予想外の出来事で楽しいよ。私何人分持ってるんだろう。あれ羽も取ったしさ、あのハワイ来たみたいになったしさ。ちょっとファンに囲まれるしね。お前や、一番楽しいやん、ケイちゃん。テンション上がってたの。そうだったよ、派手なの着てて、みんな分かってくれた派手な方が。別にバレたくないんですよ、芸能人。そう、確かに。なんでバレたいの。いや、ね。どうぞバレたい芸能人ってダサいっすよ、ちょっと。雪山行った時も私ケイちゃんってバレて、うわなんかロケしにくくなるかもごめんなさいと思ったら、そっから超ご機嫌になってめちゃめちゃ喋り出して、え、みんなどこから来てんのって、夜もなんなら一緒にぐらいの。すごいすごい。あんな芸能人おるの。楽しかったなママな、あれな。いやいや、あれは私はちょっとなんかドキッとしたんですよ。ケイちゃんってやっぱ刺した方がいいんだな。そうそう、だからこれからじゃあ俺仕込んどこ。仕込むのは別だろ、お前。いや、でも気分よくなると思う。気分よくなっていただいたわね。若い女の子は仕込みすぎたらダメですよ。本当気持ち悪くなった気持ち悪い。もう自分のこと24ぐらいやと思ってますか。だって、あ、でも24に過ぎやけど、45ぐらいのつもりでやってますよね、今。いつでもハートは17です。わっか、セブンティーズマップ。セブンティーズマップいや、ちょっと忙しいですね、ケイちゃんは。うん、いや、忙しくないですよ。え、そう、忙しいから。だってレギュラー9本でしょ。いや、めっちゃ増えたんですよ。すごい。いやいや、だってカッサンとの番組も増えたじゃないですか。増えたって言っても月1番組とかですよ。いや、それでも。いや、レギュラー番組なんてめちゃめちゃありがたいことじゃないですか。いやいや、加藤さんのおかげですよ。加藤さんのおかげと、まあ、まあそれはそうなんですけど、あとは本当ママのおかげですよ。ママが、ね、陰ながら応援してくれてるおかげです。ママとかやめてください。あのゴホスマでいつも言ってくれてるからね、私のこと。言ってないですよ、何にも。それがありがたいです。一言も言ってないです。やっぱりデラックスの2時間スペシャルとか出ますから。ああ、そうですね。やっぱりすごいですよ、皆さん。全然です、やめてください。あれでもケイちゃんの話記事になってたでしょ。でもなんかなってたの。あれ何で言ったんかな。一番連絡取ってるのは山さんですみたいな。そうです。だけ。なんか加藤さんがどうのこうの。ああ、加藤さんね。あれ加藤さんはその話あれどこでしたんや。ケイチョンチャンネルも登録よろしくお願いします。